夕張岳の鉱山植物群落及び、ジャモンイ岩メランジュ対夕張岳は、北海道の中央部を南北に走る夕張山地の南端に位置する標高1668メートルの山。夕張市と空地群南フラノ町にまたがり、山域は北側の足別岳と共に、フラノ足別同立自然公園に指定されている。夕張岳は花の名山として知られ、 初夏から夏にかけての花のシーズンには、全国から多くの登山者が訪れる。この山独自の固有種のほか、北海道の山岳にある、ほぼすべての鉱山植物が見られるとされ、田中澄江により花の百名山、および新、花の百名山に選定されている。また、日本二百名山、北海道百名山、一等三角点百名山にも選定されている。 かつてアイヌによりこの山に魔物が住む部落がある、伝えられ、カムイシリとして恐れられていた。夕張岳の地質の特徴である、塩基製の蛇門岩夕張山地は、中世代白亜紀末から新世代第三期にかけての大規模な増山運動により、海底が盛り上がることにより形成されたと考えられていて、マントルに水が加わり上昇しできたのが超塩基製の、 蛇紋岩で一帯は日本最大の分布地帯になっている。柔らかな蛇紋岩は雨風による侵食作用で平原ができ、その平原に固い偏成岩の構いは釣り金岩、男岩、夕張竹本峰などの突き出して残った岩峰の地形が見られる。釣り金岩付近の熊が、峰と夕張竹山頂との暗部は吹き同士と呼ばれ、蛇紋岩が露出する、され基地で、 ユーバリ層などの群生地となっている。山域は1996年にユーバリ岳の鉱山植物群落及びジャモンイワメランジュ帯として山ごと国の天然記念物に指定された。ジャモンイワメランジュとは、ジャモン岩中に様々な岩石を取り込んだもので、プレートの沈み込み帯で形成された。2007年にユーバリ岳とジャモンイワメランジュが、 日本の地質百選に選定された。夕張岳の植物賞夕張岳の鉱山植物、田中澄江は夕張岳を代表する花として、花の百名山の著書で、ウルップ層の変種である夕張層を紹介し、新、花の百名山では、桜層族の夕張小桜などを紹介した。他には、すみれ族、しそばきすみれ、林道家、夕張林道、 万年草族ユーパリミセバヤ、ツガザクラ族、ユーバリツガザクラ、キクカ、ユキワヒゴタイ、タンポポ族ユーバリタンポポなどもこの山を代表する花である。また、バラカエゾノシモツケソウ、シナノキンバイ、ネギ族、シローマーアサツキ、シラネアオイなどの633種の鉱山植物の宝庫となっている。ユキタでは、青のツガザクラや岩井町などが見られる。 おのおの固有種の生育地が限られた狭い面積であることが特徴で、踏みつけや洞窟などによる減少が危惧されている。また、絶滅の恐れがある希少な鉱山植物をエゾシカなどの食害から守るため、エゾシカネットワークにより、太陽光発電を使った電気柵を設置する対策事業が行われている。夕張を関する和明の種周辺の山域には、 夕張を関する種や夕張りだけの固有種などが多数分布している。大部分の種が環境省と日本の北海道などの各都道府県のレッドリストに指定されている。山域にはエゾライチョウ、エゾモモンガ、ヒグマ、エゾナキウサギ、エゾシカ、エゾシマリスなどの動物が生息している。登山道の上部の前竹湿原などの森林限界の排末帯の蛇紋岩地質に 多くの鉱山植物が見られる。山頂からは、大雪山系、十勝岳、連邦、日高山脈、札幌近郊の山々、北には間近に、足別だけが望める。登山道は、西側の夕張鹿島と東側の南富良野町金山から、以下のコースの登山道が開設されている。夕張川登山コースは、冷水コースと馬のせコースの2本があり、 夕張岳駐車場の先にある登山者記載所で記名が必要でこれが入林許可証の代わりになる。かつては、ふもとの南大夕張から白金沢沿いに森林鉄道が伸び、登山者の便乗が認められていた。南富良野川からも金山からの東尾根に沿った金山コースがある。周辺には夕張市側に滝の沢林道終点から700メートル先にの 夕張竹ひゅっての山小屋がある。6から9月まで開設されている。2008年から夕張小桜の会が夕張市より受託を受けて運営管理を行っている。素泊まりのみの小屋で食事の提供はない。夏季シーズン中には管理人が駐在し、期間外は緊急時のみ使用できる場合がある。早春の夕張だけ新しい火山を全く含んでいない。 古生層の険しい山岳地帯である、夕張山地の足別だけに次ぐ第二広報である。札幌市がある、石狩平野の東に位置する。晴れた日には、札幌市から鋭く尖った西側にある前衛の前竹の峰を望むことができる。北東には石狩山地、南東には日高山脈がある。以下の石狩川水系の源流となる河川は、石狩湾へ流れる。 ありがとうございます。